髪切った？切ってない。うん、いや、もうほとんど公演の日はなんか長くなってるから切ってるんだけど、これは今カーラー、前髪カーラーしただけ。さっきまでね、ちょうどなんか YouTube で「でもホモルーマー」が流れてきたから見てた。大好きでもホモルーマー。大は全然大丈夫ですけど、みんなは大丈夫ですか？気をつけてください。ね、これ初坂上がり10月になりそうな、来そう。え、9月ってさ、スケジュール出た？ 9 月全部行けないってこと？めがみそう。髪の毛はよく伸びます。髪の毛、うん、違う、夏ってよく伸びるらしくて、爪も伸びるらしくて、あんま伸びてない気がするけど、昨日カラオケ行ってね、もう、え、ほんと？いいね、彼も本当にカラオケ行ってた。髪の色がって、いくつ恋をしたの？スカートに留在しながら。山田ちゃん、なん、クマ、何これ、ハワイ、ハワイじゃないね、浴衣、あ、花火大会だ、花火大会タワー、クマ花火大会タワー、ありがとう山田ちゃん、ありがとう、いつも。そうするの、あ、本当よかったたくさん見てください。え、停電したの、やばいね、大丈夫、これもう配信中になるかもしれない、停電怖いね。今日はね、学校も休みでしたよ。これ一人、新幹線自体に乗ったことはあのカモメしかないですね。あの花さんとクルネとロケ行った時しかないです、そもそも乗ったことが。はい、じゃあ私最後の締めです。わあ、ありがとう、嬉しい。停電しても配信続く、配信はやめるかもね電気のつきようがないので。9月9日坂越登山したけど、ああ本当嬉しい、やったねー。
楽しみだね。まだ関連メールのまだってだけど、そりゃしますよ。めちゃめちゃ見ますよ。変なカラフルなお人形さん厳選。ソラリアプラザの何階だっけ、ちょっと1ヶ月以上前に見たけん、ちょっと今あるか分からんけど、ソラリアプラザのあのマウジーとかの階、マウジーとかスライとかチコとかある回に何回かちょっと忘れたけど、3回4回分かんないけど、プラザなんだっけ、なんか雑貨とか置いてあるんですよ、よく。あ、お化粧品が最初に目につく、アクセサリー屋さんの隣にあるんですけど、そこで私は見つけた最初にこれでしょ、このお人形さん、かわいいね。これです、これです。もうね、ゲットしてくれてるかな。もうねっていう、なんかおかしいけど、ゲットしてくれてる方もいて嬉しいです。アサラッチ、アサライシアン、はなちゃん、あそこ行きたいけどバイトあるから 1時間遅れ1時間遅れちゃうの、入れるかな。入るはするんじゃないかな、どうなんだろうね、嬉しい。でも来てくれたら、日曜日のよいちゃんの結婚詐欺トリメスカズ1日ね、もうすぐだ、キャー楽しみ。よりさん大好き、15日入りかな。15日って何？15日って何？ああ、定規か、即興劇。シシしてます、一回個展に行くんだけど、ピンクで簡単も、え、すごいね、楽しみだな。3もあります。オーガスタ、あ、よかった、オーガスタ、たくさん5、3カメラで撮ってくれてありがとうございます。
リリリンカの水道水カレンと目が合ったけど、え、めっちゃ目合わせたよ。結構ね、目合わせたよ、みんなに。いつもだけど。リアが生誕祭ユニットやる、うん、そうだと思いますよ。みんな本人が選んでます。私はどうしようか決めてます。もうかよちゃん誕生日から名古屋で配達会、え、私も楽しみ。配達会ぜひ見に来てくだ、違う、来てくださると嬉しいです。配達会しにとか、おしゃべりしにとか、オンラインもありますし、ぜひ来てください。残りわずかもまだ出てなくてちょっと焦ってるので、ぜひちょっとでも会いに来てくださったら嬉しいです。会いにじゃなくてもオンラインでも。全完売を目指したいなと思っているので。サンリオの新商品めちゃ本当に可愛いよね。チャットかな、チャットに書いた気がする。サンリオめっちゃ可愛いって、ヒョウ柄でしょ。キティが、キティちゃんがこんな色でしょ、なんか茶色のヒョウ柄で、マイメルちゃんがピンクのヒョウ柄で、うん、シナモンが水色のヒョウ柄で、クロミちゃんが紫のヒョウ柄、キティちゃんのヒョウ柄がめっちゃ可愛いかった。クロミちゃんも可愛いんだけど、なんかキティちゃん可愛い。だってラムネックポイポイがこの前しました。私はその日はちょっと別のところに行きましょう。オーガスタ思ったよりね、リハの方がね全然暑かったんですよ、オーガスタ。私一番話するのは、規制は、包みかな。とか、アビスパとか、アビスパ。そうそう、オンラインも近くのお店も売り切れて見つけたらお迎えしたい。彼はね、そんなこと知らなかったのね。そんなたくさん販売してるなんて知らなかったから、買わなかったら、買わなかった日の夜に完売たくさん出てるって気づいたので、買えばよかった。彼が行ったお店には偶然あったの、サンリオ。12月7、愛知が彼の誕生日に近いからお会いしに行くね。で、嬉しいです。ぜひ、そう、そこでお祝いしに来てください。で、見た2024年の公演出演回数カレンレンの70回で1位だよ。嬉しい、たくさん出ます。
近友達から山の一応知られて聞かれたので1回以外に続いて、ほんと嬉しい、ほんとにとそう答えてね。さあ妹ちゃんは元気ですか？元気です、元気ですよ。12月4日日アダム、一緒にジャンプしよう。一軒店コンサートロガン、なんだっけ、あ、博多魂かな、違うっけ、博多魂みたいな、違うかな、博多魂か、 HKT 魂みたいな、博多魂みたいな感じですね。めいめいがメールでカラエンとのツーショットあげてた、見た。めいめいも本当に可愛くて、本当にバレリーナがすごかった。めちゃめちゃ輝いておりました。休憩ご飯で一番好きなご飯、今日はちなみにお昼はなんだっけ、忘れた、あ、なんかお肉となんかのお肉と納豆と何食べたか忘れちゃったな。あ、ネギトロ巻きで、夜がサンマ、サンマだっけ、サンマみたいなお魚のなんかアヒージョみたいなやつとトマト、なんか冷たいトマトの塩のトマトのみたいなやつと豚汁、豚汁っていうようになりました。豚汁美味しかったです。それと白菜のオリーブオイルに浸してあるやつ。妻あと3日で終わりやね。彼の夏は9月いっぱいまでかな。だって9月は北条山ありますし、全然まだ夏は終わりません。9月はねお祭りがありますね。じゃあ、生徒さんに見てあげるし、きぼみっぽい。ほんと？確かにそうかも。全員ロキだったし、ねえ、なんか楽しかったね。朝日、毎日メンバーで会うか。ね、こんなにさ、メンバー内でも朝日流行ると思ってなかった。でも、朝日愛には、朝日愛は、誰にも負けません。マジで大好き。最近食べてないけど。彼の影響でりなちゃんに朝夜あるの話したよ。影響で大好き。本当？嬉しい。たくさんいろんなところ行きたいです。一個気になってる、行きたいと思ってるお店あるんですけど、なんか夜までやってなくて
昼過ぎまでしかやってないので、なんか福岡のなんだっけ、お仕事帰りとか行けないんですよね。仕事前とかに行くか。工場は行く予定なの？行きたいけど、いつからだっけ。行けたら行きます。宝珠屋といえば、宝珠屋の季節に去年あきさんとロケに行ったことを思い出しました。なんか宝珠屋が見えたんですよね、あの向かっている途中でそのロケ地に。昨日それ食べたけど、うーんって感じ。本当？みんなからの周りの人は大好き。タリーズまた行くけど、2番目のタリーズはね、私はあんまり行かないんで、よく行くリサキとかにぜひ聞いてください。リサキがね、大人っぽい舌してるからいろんな飲み物好きだから、多分リサキ。メンバー2人きり50役の間で誰だろう。去年は誰と言ったっけ、去年4人ぐらいで行ったんだよね。まあ2人はまあ誰とでも行きたいんですけど、誰だろうね。誰とでも仲いいので誰とでも行きます。おすすめのアサイのお店どこ？あんまりたい。でもおすすめのアサイのお店はちょっと長崎なんですよね福岡で言うとまだ1店舗しか食べてないから、もうちょっと食べてから福岡のおすすめ言うねあ、先輩考えてませんでした。同期しか考えてなかった。ねねねと行きたいです。決まりました。ねねねでした。昨日はねねねとお揃いの、あ、揃いじゃない、ねねねにもらったネックレスつけてました。で、いつもねねねにもらったマグカップで白湯を飲んでます。めっちゃ悩みます。みさきちゃんよりもカレンちゃんが大人っぽいのです。そうです、それはそうなんですけど、やっぱりりさきちゃんは大人のドリンクが飲めます。カフェオーレとかコーヒーとかいつも飲んでますね。私はそういう類は苦手なので、スタバではマンゴーしか飲めないですね。
あと期間限定のフルーツ系の飲み物ですね。でもフードは好きですね。ハムチーズのやつとか好きですね。あとは何が好きですかね。たくさん好きですかね。なんか暑さが上がり、ほんと曲わかんないけど、ちょっとわかんないのか。じゃあ何がいいかな。彼のお気に入りの曲は、なんだろうね。2B とか知ってるかな。規定のレクイエムとか、振りして真似してとか、街角のパーティーも楽しいですし、坂狩りも楽しい。全部楽しいので大丈夫です。この間友達福井からじゃあもっと大切にしなさいってめちゃすごい本当に。じゃあ他の子に行かないでください。他の子に行かないで私は好きでいてください。アサイーボールもトッピングでアレンジできたりするんですか。主審部主審部シャーボーイス店によります。お店によります。カレンの一番好きな長崎のお店はトッピングもできるし、なんかいろいろなんかいろいろなトッピングの組み合わせがあるし、組み合わせもできる、アレンジもできるけど、福岡に行ったアサイのお店はできない。できるお店はあると思う。長崎の私の好きなお店はできます。でもこれ基本何でも好きなので何でも食べます。この前ハロウィンでルネが寝たことだけ知りたい。寝が喜んでいる。絶対喜んだんですよね。寝は絶対嬉しいんですよね。グラノーラ、キムチカレーのお好みのグラノーラのな感じ。カレーは丸いグラノーラじゃない方が好きなんですよね。潰れた感じの噛み応えがあるサクみたいな感じで終わらないザク系、ザクザク系。コストコのグラノーラが大好き。食べてみてください。コストコの茶色いパッケージの大きめのグラノーラが好きです。美味しい、マジで。それは丸じゃないけど、なんかトリマ味が美味しいの。バニラクリームフラペチーノは飲めるけど、なんか私は飲めるって感じですね。飲めるけどやっぱマンゴーパッションティーに追いつきます。半端なイケメンでいいかと気まずいの。なんで半端なイケメン好き。バナイケメン殴りたく違います。肩を上げるバカバカしい。もう帰るよ。
半端なイケメン、半端な半端なイケメン、半端な半端なイケメン、半端なパッパッパッ、連れて行かれたグラスは、ドゥ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 、ソーボーイ、インテリアに怪しげな LED、 作り物に見えてくる、見えてくる、あなたのイケメン、トッピングできないのが確かに迷っちゃうよね、たくさんねメニューあるとね。多分トッピングができないところはバナナとかバナナ、イチゴ、ブルーベリーぐらいはあるんじゃないかな。あとカレーのところではキウイとかあったり、なんだろう、ココナッツがあったりします。え、9月から2月までこうやこれなの、え、なんでなんで、あ、コストコがいいんじゃないのか。ママがね、いつも買ってきてくれます。今回の二十歳会はまだカレンちゃんと姉ちゃんしか、あ、いいですね、またお願いしましょう。だから9月末行くから声優のお店、メールでもここでもシャツでもいいけん知りたいかも。オッケー、どこだっけ、あ、お花ってところかな、お花カフェ。コストコ生ハム売ってると思う、原木なんだっけ、この大きい状態でも売ってるから、それをぜひ買ってみてください。買ったことないけど買ってみたいです。あがま流れ星、いやーまだ全然やらないと思うんだけど、まあ、いつかはやる、やりたい、きっとやってみせるでもまだ全然やらないです。ツル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 、わがままな流れ星。わがままな流れ星。まず逆上がり声のセットリーいきます。手のひら逆上がり、否定のクリーム、その汗はそうつかない、エンドロール、わがままな流れ星、愛の色、抱きしめられたら、虫のバラード、振りして真似して、海を渡れ、街角のパーティー、ファンレター、アンコールがもし来たら、不義理、半端なイケメン、 To be continued、 continued不義理がとてもね迷います。フリーが多くて、ゆずちゃんとどういう関係、ゆずちゃんとは、牛刀ちゃんとはちょこちょこお話しする関係です。うん。うん。ねえ、浅い蜂蜜かけるはかけない派？ねえ、お店によって違うけど、あったらかけるよ。あるお店とないお店があります。でもどっちも好き。でも家で作ってた時は、かけてない日もあったけど、かける日もあった。どっちも難しいね。
今日が終わるかも、どんな一日か、夕日の背中に思う。ねえ、そのままはいいね。ラムネやってみてねと。クロスだだ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 イチャキで待っているよ。9月1の公演、東京から、あ、東京から金城氏ありがとうございます。嬉しい、シミヤンさんありがとうございます。嬉しい、真似してタイトルだけ聞いたら来るね。愛してるって入るとは思わないよね。坂上がり公園のカレンさんのパフォーマンス姿好きです。ありがとうカレンね、もう本当に坂上がり公園が大好きなのだから、ぜひ来てください。本当に楽しくて、まあ全部楽しいんですけど、公園って個展も、個展だけ今言ってる、目撃者出てないんで、個展も楽しいんですけど、坂上がり公園もなんか今までで一番好きなんですよね。山でした、公園の中で。なのでぜひ来てください。区切りね、ちょっと難しい。チャーハンどれくらいの頻度で食べる？チャーハンは全然食べてません。何ヶ月以上前もう食べてないです。世界では流れ星の可能性あるってことか、どうだろういつかは分かんないけど、え、それね、たくさん失敗してたの？何でも狙い、かわいい、あ、あの滑舌のところかな、違う、かわいい滑舌、滑舌いいかもよって今日の公演で手紙出そうと思ったら中止になって、悲しいね、中止になっちゃいました。まあ、私は出る予定はなかった。坂が一番好きな人は結構否定のレクイエムとか好き、ファンレッドも好きだし、あとはアンコールの曲もママから似合うって言われました。でね、可愛い系の曲すること増えた気がする。可愛い系では何が一番好き？可愛い系、可愛い系の定義、可愛い系どんな曲がありますかね。どんな曲してるかな私。可愛い系といったら彼の中でなんか天使の尻尾とか、天使の尻尾しか思い浮かばない。あ、わがままみたいな感じか。わがままな流れ星、
のどん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 わがままな流れはしたり基本願でよろしく。絶対アイドルやめないでそっと優しい目も真面目顔も全て知ってる私だよ。私ワクワクとか、あ、希望見忘れてた。希望見めっちゃ楽しかったね。希望見も楽しかったけど、もう一曲目がきつすぎて、まあ四曲目もきついんですけど、まあネマハもきついんですけど、でもネマハもの動画をさっき見てて、また踊りたくなりました。いつか踊りたいな。ちょっと会ってないうちに本当に横山由依さんがうますぎてずっと見ちゃう。生き返るくらい宇宙が似合う女と呼ばれてたなんて、だての頃はまだプリテルにシュシュ鈴木のラジオ可愛かった。海渡り旗持ってる時のダンスむずいけど旗ないと踊れる。え、逆にですか？旗あるから踊れるんじゃなくて、あの手のグーパー1恒例とかないから、多分そうだと思う。海を渡れは本当に難しくて一番難しかった。なんでだろうね、あの難しさ。なんだろう、マジで一番苦戦したのは A メロ B メロですね。なんかもう単調、端的な振り、感想もむずいし、本当に感想もむずい。トゥ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 与えられた餌とか、あとは2番が終わった後もむずい。トゥ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 、海渡りが一番難しいです。ファンレターね、可愛いです本当に。なんかローファー、なんかヒール、結構ヒールがあるところも好き。ファイちゃんコンタクト入れてないです。コンタクトは、あ、カラコンは入れますね。目はいいんですけど。ウィンブルドン可愛い衣装を着てみたいな。お役であれするね。甲子園気合い入れてるグラウンドの土ぼこり、その汗は嘘をつかないよ、キラキラ光る真実。つつつつつつじゃあ裏切ることないよ、大きな夢は叶う。楽しい、その汗も。なんかイコラブ、そうイコラブのイコラブ好きなんです。野口えおりちゃんが好き私。あ、おにゅう、おにゅう好きですね。キューブや直し心やったらシュボッとしながらバタフライ聞く。そうなの、確かに当たらないかったらね、悲しいね。
まあでも7人だけだからね、当たった人はすごいですね。初恋はバタフライ捕まえないで、君は僕の裏だ、切ないねバタフライ、ここにいるのに。僕は積んだいないとさ、ここから先に進めない、謝らなくちゃ許してくれない、どうすればいいんだレミナレミナでしょ。大好き、恋積んじゃったもん。恋は積んだ、生きない積んだ、最後にすべて分かった、大好きだった君だったのに、さよなら言うのかベイベー。楽しいです。あんまり殺しないのに、鬼没はバタフライで顔変え、怖いからバタフライね、いいですね。フライもいいし、最後の今が一番も大好き。佐々木さんのキャッチフレーズ言えません、まだ勉強不足です。床しか言えないです、今のところ。逆上がり慣れてきたらね、もっと慣れます。頑張って。踊ってた？ちなみに踊ってない？誰かのせいか、そう、いまいちのジャンプがね、すごかったよね、私ね。高嶺のね、高嶺のリンゴ、なんだっけサビ、もう待って、こいつんじゃったのイントロしか流れてなくなった。ちっちゃ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 、僕たちの関係を誰か知っててくれたなら、危なげな綱渡り、足を踏み合わさずに済んだ、噂の彼とお似合いじゃないか、気になるしかないいんだから、高嶺のリンゴよ。え、アルキーのね、衣装本当に可愛い。いつか、いつか着たいですね。僕は何をする、てて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 くれたぜ、僕はてて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 なぜなぜててて、流れのリンゴよ、リンゴですね。あ、今日はしない、あ、オカミとブライドもかわいい。あ、ランキングを読みます。13位ダイ君ありがとう、12位フランさんありがとうございます、11位カ
初とわさんありがとうございます。10位バラジロクさんありがとうございます。9位のめるさんありがとうございます。8位さきちゃんありがとう。7位通りすがりさんありがとうございます。6位ポンポンありがとう。5位しろくまさんありがとうございます。4位はやったありがとう。3位はよういちろうさんありがとうございます。2位はカレミひなたんを語る指針になりたくてさんありがとうございます。1位は山田ちゃんです。ありがとう。今日もありがとうございます。タワーまでいつもありがとう。タワーっぽいこんな感じ。今日もありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ。今日もありがとうございました。じゃあ明日も頑張ろうね。台風気をつけてください。バイバーイ。おやすみなさーい。今日も世界一赤い方嘘じゃん。日先でしょ。まあ待ってよ。まくります。おやすみトパイ。おやすみ ZZZ。 おやすみハート。おやすみみずみ。バイバイ。おやすみなさい。バイバーイ。今月最後わかんない。あんちゃん最後バイバイ。おやすみー。